Welcome to Clip。時刻は午後1時になりました。ゲックリーナー近藤夏子です。ゲックリーナー野良 DJ 竹本浩二です。あのさ、はい、人生は余裕が大事って知ってた。おー、何？なんか深そうなことを悟ったの？何か。マジで。さっき今日私新幹線でクリップまで来たんですけど新幹線でいろいろはしょってるけどはいはい、わかりますよ、はい、わかりますわかります。昨日まで島根にいたので、はい、まあ、その島根でどういう仕事してたかっていうのはこの後喋りますが、新幹線でね、岡山から神戸、新神戸まで来てっていう風な道のりで、さっき着いたとこなんですけど、岡山駅のセブンイレブンで、はい、新幹線の改札構内のセブンイレブンで、お昼ご飯をちょっと買って、新幹線の中で食べようと思って買ってっていうのをやってんけど、そのか構内のコンビニってまあ行列できたり、まあね、乗り換えの間でさ、皆さんお買い物しはるから、まあなんかレジがとにかく重要で、はい、そうですね、せか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 してるし、みんなこう時間をちょっと気にしながら、もう時間間に合わんかったら新幹線一本逃したら大変やからさ、いや大変よ、はみたいな感じで並んでるじゃないですか、3つレジあって、はい、1つ私が並んで私がお願いしたレジが、研修中の、はい、私よりも人生の先輩、2、30年先輩ぐらいの方、女性の方だったんですよ、はい、で私は余裕持って生きてる人間なんです、この余裕っていうのは時間の余裕も大事なんですけど、心に余裕があるかないかの話で、はい、まあそこは大事だよね。で私は時間には正直余裕なかったです、もう乗り換えも7分とかで乗り換えなかったし、なんだったらもともと予定してる新幹線の到着時間だって、12時30分ぐらいに到着する新幹線乗ってるから、はい、クリップの入り時間余裕で過ぎてるおー、その時点で12時30分新神戸の時点で12時30分で、もともとそれに乗ってるしな、はいはいはい、電車が遅れてとかじゃなくて、そもそもがもう12時30分作って分かった状態でその電車取ってるし、はいはいはい、っていう時間には余裕はないんだが、まあまあ遅れたところで竹本さんいてくれるしとか、なんやろ、なんかこう承認しがたいものがあるな時間のスタッフさん多分笑って許してくれるしとか調子こいてるっていう意味での余裕が私の中にはあるので、なんかこう心には余裕がすごく、時間に余裕はなくても心には謎の余裕がすごくあってですね、まだレジ並んでたわけですやんか。でその方がもうやっぱピッピッってやるのもパッパでできんねんけど、私ちょっとまた難しいミッションやったか分かんないけど、温めるものとちょっと冷たいものと別々に買ってて、プラス袋ももらったんですよね。はいはい、あ、これ温めてください、で温かいのと冷たいの袋一緒でいいです、袋お願いします、はい、って言って、したらその最初ピッピッってやって2個しか入ってなくて、お会計ピッてやったら、あ、すいません、袋の値段入れるの忘れてました、3円追加してもらっていいですか、あ、全然いいですよって言って、3円追加してってやって、で袋広げたけど、あ、これ温かい袋用じゃなかった、冷たい袋用でした、温かい袋に変えますね、あ、全然いいですよって言って、そのピもなんか袋もやり直さなあかんのか知らんけど、なんかちょっとごたついてて、でも、あ、あともうちょっとしたら乗り遅れるけど、あ、まあまあまあ遅れたところで竹本さんちょいちょい出てくるな。私はね、はい、そんな感じやったから、まあ、余裕でそんな感じやってんけど、私がそういう感じでよいしょよいしょってやってくれてる方に対して、そういう余裕でこうやってやってたら、もう後ろでもうガン攻めでここら辺におじさんが立っててさあるな、そのパターンも。わかる？はい、ガン攻めで立ってて、いや、3つレジやるから、その早く進んでるレジにさ、ガン攻めおじさんは行けばいいのに、ガン攻めおじさんもう真後ろに立っててさ、で私がの3円をまた別でこう小銭をね、お金で払ってるのとかもなんかちょっと若干舌打ちしてるみたいな。ほうほうほう。で私悪くないし、そのレジの人だって頑張ってんねんから、しゃあないやんと思いながらやってたら、もう私が本当にザッてどけた瞬間にもう一言目に早よしてって言ってレジに渡すねん。関西弁やってんけど、漏れなく関西弁やったけど、なんだその感じ関西人め関西人です私もね。どうしても態度悪いイコール関西弁になってしまう。実際今日の方は明らかに早押して
急いでんねんけどっていう感じで言ってて、でまあ私はそこでまあまあそういう人もいるやろなって言って、うん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 、でも私があの新幹線上がった時点でプルルルルルって乗ってて、おお乗らないとと思って、うんうん、よいしょって、ね、そんな余裕やね、それは違うやろ、私は心に余裕があるからやっぱりみんなと違って、で時間に余裕はないけど心に余裕あるから、もうそれはマジそれちょっと焦った方がいいとこやね、やっぱおじさんとかはさ仕事に遅刻するとかってなってたらさ心に余裕ないや、怒られるかもしれないと思って、まあもちろん私でも心に余裕あるから、遅れても何とかしてくれるやろって心に余裕があるからそこは急いで、私はもう本当に全然プルルルルルの時点であのちょうど上についてはい、はい、であの自分が取ってる号車が6号車やってんけど、はい、私の目の前にあった号車9号車やってグリーン車やってやんか、はいはいはい、あまあまあここから乗り込めばいいかと思ってふわーって乗り込んで、うんまあ、9号車から中でさ移動すればいいやん、うんそうね、だから中でこうやって歩いて移動しようと思ったら8号車でおじいちゃんが、うん、あの通路の真ん中に立ってたんですよ、はい、あーなるほどね、なんかされたかな、何をしてるのかわからないおじいちゃんが一人立ってたんですよ、うんうんうん、本当に何してるか、荷物も持ってなんかちっちゃい荷物しかないし、キャリーケース持ってるとかでもないし、新幹線でその感じはちょっと珍しいね、で8号車の本当にど真ん中ぐらいで、うん、おじいちゃんと立ってたんですよ、うんうん、で私向こう行きたいわけじゃないですか、6号車行きたいから、うんはいはい、でどうされたんですかって聞いたら、うんうん、ここはどこかねって言われて、おっ と, おっとここはどこかね質問と思って、あここはどこ、私も一瞬でさおじいちゃんやったし、あ、うん、えこれはもしかしたらもうアルツハイマーとかさそういうので、うん可能性としてはね、ほんまに迷い込んでしまって、でも迷い込むにしても新幹線に迷い込むなかなかないやん、そうね、どっかで止められる可能性あるから、で、あははどうしようと思ったけど、うん、よくよく聞いたら何号車かがわからなくて、はい、何号車ですかって感じやったから、あーあーと思って、あここ今8号車やねんけど、うん、耳もちょっと遠い感じやって、うんうん、8号車なんですけどって、ああどこですかって言ったら6号車をチケット見せてくれた6号車やったから、うん、あ私一緒やから一緒に行きましょうかっていうやり取りを8号車のさいいど真ん中でやってたんよ、したらさその私も気聞かんかってんけど、ちょっと避けてやれば確かに良かったけど、おじいちゃんさもうこうでキョロキョロしてさ大変やしさ、はい、で新幹線自体も動き出す時とか動き出してたからさ、はい、乗れてる人は乗れてるやん、それがなんかさ新幹線の乗り口でやってたらさ、うん、あの乗りたい人が乗れないとかあるけど、まあまあまあ、うん、みんな乗れてるからもうね通路の方ね、そうそう、だからまあいいかと思って、まあ、やり取りしとってんけど、うん、後ろにさ激爪長いピンクのでっかいキャリーケース持ってるロン毛の女がよさっきの感じと全然違う悪い描写の仕方ほんまにさ、いやそのな爪が長い人が悪いって言ってるんでもないし、はい、ピンクの大きいキャリーケースの人が悪いって言ってるわけでもない、うんはい、ロン毛の女が悪いってるわけでもない、はい、それは見た目で人を判断してはいけないっていうのは分かっているし、別にそういう人たちに私今まで悪い気持ちさせられたことはない、うん、けどさ、うん、後ろからさそのピンクのキャリーケースを私のキャリーケースにさぶつけてくるわけ、おこれやばくない、すごいね、なんかさお言葉でね、うんうん、すいませんちょっと通していただいていいですかとか、うん、もし私が通りたかったら、はいはい、なんかやってんなって分かって一瞬、うんうん、まあ、私でも声かけへんかな、まあ、ちょっと待てばいいかってなんねんけど、うん、そのあえてすいません口悪いの分かっていうその女がよ、おおその女性がピンクのキャリーケースをさガンガンって2発私のキャリーケースにぶつけたわけよ、うわで私気づくからパッて振り返ったら、うん、携帯触ってんねん、わかる、携帯触った人でガンガンで私当たっただけなんかなって最初、まあ、私も優しいや、ま、心に余裕があるから、うん、私はもう余裕があるから、もう乗れてるしね、乗れてるしね、うんうん、別にもう遅刻することもないし、はいはい、もう遅刻してもいいと思ってるしそこが違うねんな、一箇所だけちゃうねんな私はだからその、はい、もしかして当たっちゃったんかなっていうのと同時に、うん、あここ邪魔やったかなと思って、うん、あすいません通られますかって聞いてやんか、うん、したらさ、いや見たらわかるやんって言われて、うーいやばない、見たらわかるやんよ、でおだからあごめんなさいわかりませんって言ってやったやん
ファイティングポーズ撮ってな。喧嘩です。ファイティングポーズ。ごめんなさい、一発喧嘩をちょっと間に挟んでしまいまして心には余裕はあったんですけれども、悪は悪としてやっぱ成敗したいという正義の心が出てしまいましてですね、おあちょっとそれ分かりませんって言って、はいはい、言ってなんかちょっとあの、おじいさんちょっと6号車まで行くんで動きますねみたいなちょっと説明して、はいはい、パーって通ろうと思ったら、いやさっき行かせてって言われたから、もうあ分かりましたって言って、おじいちゃんちょっとごめんこっちに入れるって言って、こっちにどけてねって言って、はいはい、あのそのグリーン車の席に人座ってたけど、そこに入らせて、うん、すいませんって言って私が謝って入らせてもらってやんか、じゃあそのグリーン車のお兄さんがな優しい人やきっときっと言い対応してくれる人や今俺分かったこの人はきっといいことを言ってくれるはずや絶対に絶対にネタバレがすごいこの小説呼び名で分かるいい人か悪い人か、その女がようって言ってたのと、そのお兄さんがね、はい、お兄さんがね一部始終見てた、うん、っていうか聞こえてたんでしょうね、ね、よくやってるから私に対してすごく優しく笑顔で、うん、あもう全然ここを使ってくださいとかって言ってくれて、うん、なんかやっぱ私はその時にあのそれもあんま良くないよ印象ですよ、やっぱグリーン車に座ってる若い人ってお金持ってるから優しいやなと良くないなあ、あお金の余裕ねって、それは余裕は余裕でもねって、私は心の余裕だけどお兄さんの場合はお金の余裕ねと思いながら、いやそれはもうその人が良かったんですよ、そんな、そうなんですか、それは決めつけが過ぎますよ、いや本当ですか、はい、お金に余裕があるっていいなと思って優しいなと思って、まあその女性を先に行かせて、おじいちゃんと一緒に6号車まで移動したんですけど、はい、女性はもうそのままなんか6号車も越えてまっすぐ行って、なんかどっかまで行ってたから、私はもうずっと心の中ではなんかちょっとあの人の携帯の充電が今すぐ切れろとか呪いを後ろからあんなに長い爪で触ってるあの携帯、きっとあの携帯がなくなったら今の人は困るはずやと思って携帯の充電切れろ携帯の充電切れろ携帯の充電切れろ呪いをかけながらあの号車を移動してこっちまで帰ってきたんですけど、でその後にタクシーのおじいさんっていうか、タクシーもおじいさんやってんけど、タクシーのおじいさんがまたこれ優しくてな、うん、で乗ったらすごいなんかこうゆったりされてて、うん、私ちょまあ着いた時点でもう30分じゃないですか、です、ね、先ほど言った通り、はいはい、であのタクシーの方に行った時点でも結構時間だ、35分とかですわ、うん、ちょっと急がんとやばいなっていう気持ちもあったんですけど、まあまあ本当何度も言いますけど、私は別に遅刻してもいいと思ってる心の余裕だけはすごく持ってるのでこれな、前提がおかしいねんな前提がちょっとおかしい持っているので、はい、ちょっとゆったりしたおじい様が、うん、あのタクシーの運転さんでキャリーケースを外からね、うんうん、後ろ乗せましょうかって言って出てきてくれてんけど、ね、足元でいいですよって降りるとき手間かけるの悪いからって説明して、うん、あそうかいそうかいっつって下を閉めて、で自分であのドア開けてくれるパターンのタクシーで開けてくれて、私乗っかって、はい、でゆっくりおじいさん出てきてドア閉めて、はい、でやってくれて、であのあのワンちゃん飼っててね私もみたいな話をしてくれて、はいはいはい、そうなんですね、うん、で19年ねって言って、柴犬飼っててねってちょっとお話ししてたら青信号になって、ちょっと青信号気づかずに私は喋ってるみたいなんですまあそれはもう本当に余裕のある運転さんで、そうなんですよ、すごい余裕が、うん、でも私にもやっぱ余裕はあるからはい、はい、あ運転さんのすっごいワンちゃんの話けど青なってるよって、あーごめんごめんって言ってそれでいくみたいなゆったりと向かってきた時に、ええまあ、到着して、まあ、無事あの生放送も間に合ってますし、間に合ってますよ、はい、やっぱ余裕って大事やなっていうのをこの道中でめっちゃ学んだわけ、すごいいろんなキャラクターが次々と本当に出てきたね、掃除で関西人急いでるマジで関西人は急いでた、まあ、よくねこうせっかちな人が多いなんていうねこと言われますけど、でもさそのさ、うんまあ、レジ並んでたおじさんもそうやけど、うん、その新幹線の車内の女子よ、ね、私よりも多分だいぶ若かったんちゃうかな、多分そのグリーン車で優しくしてくれたお兄さんと私にピンクのキャリーケースを当ててきた女は同い年ぐらいやねん、継承略同い年ぐらいなんですけど、全然やっぱ違う、いや顔にもやっぱ出てくるよねきっとね、あまあね多分こう、うん、眉間にこうシワがとかね、いろいろ出てくるよ、なんだったらマジでほんと1ミリもこっちノールックで携帯触りながらすっごいロングな爪で、それ携帯触れてるみ
みたいな、そんな心配する必要ないねんけどそれ皮膚当たってるみたいな、爪じゃ押され、ガラケーはさガラケーの時代はさ爪で押せたけどさ今無理よみたいな、爪でこうカンカンカンってやりながら、はいはい、あれは良くなかったね。いやそれでももう見てもないんじゃ、本当は触ってるふりして、もうだからあえてこうなんていうの、もう要は視線も合わせたくないっていう感じなんじゃ。なんでなもう分かるでしょみたいな、そんなそんなだって、だってそのタイミングで焦っててさ、いやそれ絶対目、まあ、急いで合わすやん。しかも焦ってってる人やったらさ、めっちゃ焦ってたとしたらでもまあ焦る理由は風だって新幹線乗ってんのに、ジュンジ行きたかったんかな、いやウンジ行きたいとかやったらさ、グリーン車のすぐトイレあるからさ、私もそう一瞬それもよぎって、あ手洗いやったんかなと思ってんけ ど、まあ、結果はちゃうかって、ね、全然スルーしてした頃で、私以外の外国人の人がさ荷物とかこう上に乗せたりしてさ、はいはい、今新幹線外国の方多いじゃない、多いね、そういう方がさそうやってやってる時とかもさ、うん、舌打ちして通って行っててね、その女の人やばない、うわ私衝撃でさ、いやもうなんかちょっとやだね。で手やって舌打ちしてさ通った瞬間にその外国の方が、あサーリーって言うんやんか、うわ聞こえてるやん舌打ちと思って、して舌日本人の舌打ちってイラッとしてる時に使うってバレてるやんかそうだね、あの海外の方は別にそういう気持ちなくてもそうね、ちょっと入れるっていうのがあったりするけど、だから普通に舌打ちってバレてると思ってさサーリーとか言って、私なんかなんていう全然気にせんでいいよって言ってあげたかったけど、うん、もう日本語しかわからんから、あ全然大丈夫ですよって言ったもん、私が何かしらけどその女のフォローしてあ大丈夫ですよとか言って、わもういろいろ気使ってきたね、そうやほんまに、ほんまに、ただもう私は心の余裕だけはずっとあったからありがとうございますクリップさんいつもお世話になってます、ありがとうございます、この余裕は我々がこう、はいまあ作り上げたものと言って過言ではない、はい、作り上げてくださった余裕です、チームワークで、はい、勝ち取った、まあ、心の余裕、まあはい、まあそこはいいねんけど、はい、なんか遅刻しても構わんという概念を持ってることがちょっとねこれだけがちょっと気になるんですけどもここだけがちょっとね、いやでもどうなのかしらと、本当にその状態でここに来れましたけれども、いやよかったです、まあ、改めてですが島根県の方から、はい、あいやごめんなさい、あともう一個だけ言わせてください、何ですか、ミーミー誕生日おめでとうということで、島根県からですか、何ですか、ミー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 、はい、ミーミーうちの妹ですけど今日誕生日今時間見たら何分経過してるかなって時間見たら、はいはい、ちょうどあの上に時計があって、はいはい、10月21ってなってたんで日付も書いてます、ね、あミーミーの誕生日やなと思って、うん、ちょそれだけさっき言うとこ、ミーミー誕生日おめでとう、じゃあ俺もあのマスター誕生日おめでとう、誰マスター誰マスター誰ねえマスター RJ の、RJ のマスター、 RJ どこ、西宮北口の RJ&BMEs のマスターやんかえ知らんやん、ライブ、ね、ライブもできる、いや違う違う知らんやん、もまた失礼やねんけどさ、お料理も美味しい、はい、ちゃうんすやん、私まだ身内やから、うん、身内の誕生日をラジオで祝うぐらいはまあまあ多めに見てくださいよ、はあはあ、めっちゃ関係性遠いやん、いやいやいやそんなことないのよ、まあ、その RJ では僕もちょっとこうイベントをね、はい、こうちょっとやらせてもらったりとかしたし、この番組にゲストに来たリコさんももう何回ももうあの出てらっしゃったってい う、 いやもうピアノマンリコさん2エピソード目がもうだいぶ遠いやん、そのもういやゲスト来てはったから、リコさんが遠いって言ってるんじゃなくて、えあじゃあ、はい、あのこのマスターは、うん、この店やる前は、はい、あの新京楽器っていう楽器屋さんのギターの講師をしてて、うんうん、で俺は西宮北口店の、うん、あの社会人でも弾けるっていうピアノの方の、うん、あの教室に行って、うん、そのマスターとは、うん、そこの、 あの待合のとこでちょっと喋ってて、あじゃあいっかってならへんのよね、改めてロングで説明聞いてもだいぶロングで時間あげて説明聞いても、はい、全然遠いから、あれあそうダメですダメです、あそうでした、勝手にやめてください、ちょうどな10月21日マスター誕生日、ほんでごめんなさい、ようその距離の人の誕生日知ってますねちょっとあのまあ僕もあの誕生日で10月だったんで、で RJ でイベント、あれそうですよ、田沼さん誕生日いつでしたっけ、私10月31日です、あセーフいやまたセーフって言ってる、セーフ言ってる、どういうことか、過ぎてなかったセーフのセーフ、 セーフや姉妹もその話になった時言ってたけど、そうそう、木曜日やからもっとセーフ
忘れてたとしても月曜日からバリ島伊勢へ。ちらっとカレンダーをね確認しましたけども、月曜日に近めやった最悪を思ったけど、ちらっと見た木曜日やったか。せい人の誕生日を最悪っていうな。でまあ、とにかくその10月同じ月やからっていうので、その RJ でイベントを一緒にやりましょうのつながりがあって、あそういう一緒にバースデーイベントとかもやったことあるんですね。そう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 。で、まあ、あの基本的にはまあ僕らが何かやるっていうよりは、はい、もうあのおすすめのアーティストとか、はい、まあ、役者で一人芝居やってる人とかをこうブッキングしてやるみたいな。楽しんでますね。やってたね。まあ、おめでとうほんまにね。私が妹の誕生日祝ったことをこんな後悔すると思わんかった。なんでや。いいよ。妹の誕生日をわざわざ、あちょっとごめんなさいねって言ってわざと止めて言うっていうボケしたせいで、うん、私が島根でやってきた仕事の話をするまでに3分かかると思ってなかったですわ。こんな時間を使ってしまうなんて思ってなかったですよ。ほんまに。いいじゃないの。まあでもお仕事の話もそれじゃあちょっとしとかなね、はい、何してきたんですかということで、実はもうメッセージがね何枚か届いてますので、はい、こちら、ラジオネーム夫婦でこんまにさんからいただいた、これ紹介いたしましょう。はい、なっちゃん、たくまさん、げっくりーな。げっくりーな。なっちゃん、先日の土曜日は地元島根県大田市でのライブ2公演と日曜日のバスツアーお疲れ様でした。すごいですね。ありがとうございます。こちら夫婦で全部行きました。ありがとうございます。ライブの一部は前回の広島公演と同じように本日のメニューからなっちゃんから指名された人が選曲していく、うん、みんながセトリを作っていくスタイル、はい、そして2部はなっちゃんが生まれた時から現在に至るまでを歌でなぞっていくという、はい、なっちゃん自身がこだわってこだわり抜いた地元大田市ならではのセトリ、はい、どちらの公演も地元大田市ということでとてもとても温かくて優しく楽しい、そして時にはうるっとくる本当にとても素敵な最高のライブでした、はい、そして翌日今回初めての企画、近藤夏子と巡る島根県大田市バスツアー、こちらなっちゃんがバスガイドしながらなっちゃんおすすめの場所をいろいろ巡りました、行った場所はどこも良かったですが、今回あの噂のジンギスカンの吉川さんに行けて大げさじゃなく本当に美味しかったです。びっくりマークを3つ。その言葉。そしてそして何より始終なっちゃんとの距離感が半端なく近くてとてもフレンドリーで、他の夏子族さんともたくさん話したりしてずっと笑い声に包まれた忘れられない近藤夏子史上最高のイベントになったんじゃないかなと思います。嬉しい。私事ですが初めて地元大田市でのなっちゃんのライブへ行ったのが今からちょうど10年前でしたが、うん、その時は全然知ってる人もいなくて遠征してる人もあまりいなかったと思いますが、あれから10年経って今回全国各地からいろいろな手段を使ってこうしてたくさんの夏子族が島根県大田市に集まって本当に自分のことみたいに嬉しく思いました、うん、そしてそしてそして、うん、最後に今回のライブとバスツアーの裏方をしていていろいろと頑張ってくださったマネージャーのみくーさん、はい、きょんきょんさん本当にありがとうございました。ごめんなさい、あのさっき訂正しておきます、うちの母はマネージャーじゃないのでキョンキョンのとこちょっとそこ母ですね。これだからマネージャーのみくーさん点キョンキョンさんです。はい、そうです。本当にありがとうございました。書きたいことだらけで、乱文長文失礼いたしましたということでございました。ありがとうございます。長文で感想をいただいて、はい、そこに書かれてることが全てです。ありがとうございました。まとまってましたねこれ。はい、あの助かります。なんて優秀なレポートなんでしょうか。もう私が喋ることはありません。それちょっと水曜日もう一回使い回していいですか。ドキハキの方でも読ませていただけば、はい、使ってもらうか、まあ、もしくはあのこれ転送でドキハキの方にも転送していただいても、うん、そのまま使えるっていうぐらい完璧にまとまっていただきましたかも。その通りで19日土曜日が、はい、あの石見銀山のあります大森町、私の地元島根県大田市大森町で、うん、はい、オペラハウス大森座という場所でワンマンライブ、うんうん、1部と2部ということでお昼13時からと夕方17時からの2部でやらせていただいたんですが、はい、まあ、せっかく2部制 でどっちも来てくれる人も多かったので、うんうん、まあ、違うセットリストでやろうということで、お1公演目はリクエストをいただいてその日にしかできないようなセットリストでやるっていうの でまただからそういうことやると事件というかちょっと面白いことも起こるのが、あら、あの私のメニュー表に、まあ、例えばリハーサル
白馬の王子様とか笑ってこうとか私の曲が書かれてるわけですよ、はい、それをお客さんが見て、うん、じゃあ次の曲何歌おうかな、じゃああなたって言ったらその人が笑ってこうって、分かりましたリクエストいただきました笑ってこうみたいな感じでどんどんセットリストを作っていくみたいな感じなんですけど、一人の方指名したら、はい、ちょっと待ってくださいね、これしますアルバイトって言ったんですよ。おうほうほうほう、アルバイト ないんですよね私の曲には。あ、これだ、常連さんだけ知ってる裏メニュー でっていう感じのテンション、あアルバイトって言ったんですよ。あごめんさん、赤い糸でしたって、そ赤い糸をちょっとぐら暗がりで呼んだからアルバイトって呼んだんですよね。そんな美味しい間違い方してくれたあら、それもせっかくなんで、うん、即興でその場所でアルバイトで曲を作りまして、ほんまに裏メニュー出た、マジでそこでアルバイト私がその高校時代にやってたアルバイトの仕事をこうなアイスクリーム屋さんから始まってみたいな、もう一個その瞬間にしかもう歌覚えてないですよ、ね、その瞬間に即興で作ったね。すげえ。アイスクリーム屋さん、そしてお弁当屋さんみたいな、焼肉屋さんでも働いたみたいな、わかんないけどそんな感じで歌って、まあ、会場湧いて湧くやんそれはうわすごい、そんな事件というか、うんうん、ハプニングもありながら一部を、まあ、たっぷり楽しく、はい、もう本当あのリクエスト制でやった時はその音楽っていうよりもそのトークを鍛えてる感じもあるんですけど、はいはい、間こうどうつなぐかとかも、うんうん、でもその何だろう瞬発力みたいな、うん、その瞬間瞬間で決めていくのが私はすごい向いてるから、うん、それでバーってやっていくのも楽しくて一部が終わって、はい、で二部はそのさっきも書いてくれてたように生い立ち生まれた時からをこうなぞっていて、はい、中学校時代 あのサッカー部のキャプテンのタケちゃんに恋してた時の気持ちを書いた曲とかはいはい、はい、もうセキララにタケちゃんって名前も出したりとかして、タケちゃんって名前でもまあまあ聞くで、はい、ラジオでもよく出てますまあまあ言うてますけど、私の初恋泣いて小学校2年生の時に好きになって中学校2年生で付き合うことに成功したというサッカー部のタケちゃん、はい、はい、タケちゃんの話をしながら君授業という曲をやったりとか、うん、まあ、高校入ってからバンドの話とか、はい、あと学校行けなくなってちょっと辛い時期を過ごした話とかもしながら交えながら、あと高校入ったらもう束縛がひどくなって、そっから私の人生はあの恋愛した相手をあの鎖でつないで生きていく人生になりました赤い糸みたいな感じで自分の人生をなぞりながらそこに楽曲を当てはめて17曲ぐらいカバー曲も含めてちょっとやらせていただく2部、めちゃくちゃそれも楽しくてやりながら、いやもうなんか君まろみたいなことしてるやんもうなんか文字ネタに持っていくまでのなんかつなぎのトークでもほんまそんな感じやった、目沸かすみたいな、ほんまそんな感じでやって、でとその2部には山陰放送の森谷香奈さんも来てくれて、香奈、はい、も来てくれたので、はい、今夜8時から吐き出さないと BSS 放送、ラジカンでは他の番組やってるので吐き出さないと皆さんタイムフリーで聞いていただきたいんですけれども、その香奈も来てくれてたから香奈、はい、に途中トーク振ったりとかして、うんうん、私のバンド、私が高校の時に組んでたバンドがエスケープ B フラットっていう何にも面白くないバンド名なんですよ、うん、これなんでなのなんでなのなんでそうなの、だってエスケープ B フラットなんでちょっと普通にかっこいい感じやん、うん、いいかな、いやだからその発表したけどやっぱその脇もせず受けもせず、うん、さらーってやっぱさお客さんがシーンってなるやん、それ分かってたんですよ、うんうん、あでもなんかやっぱ分かってたとはゆえ、うん、なんかここで分かへんの嫌やなと思ったんで、うん、パッとやっぱ目に入ったのが森谷香奈さんやったんで、うん、森谷さんがの当時組んでたバンド名をちょっと昔聞いたことがあって、うん、ちょっとそれをパッと思い出したんで、すいません森谷さん、うん、私ちょっとスケープフラット面白くないですよねって、森谷さんなんていうバンド組んでたんですけどでしたっけ、うん、ってもうライブ中に振ったんです、はい、森谷さんにしたらで一回ため息ついた後にハニーピーチですって言ったらドッカン会場受けてさそらハニーピーチは強いって、いいね、ハニーピーチはいい二つをこう持っていたね、高校生、うん、女子がつけそうななんかハニーとピーチってその甘ったるいなんかそういう、ね、ロゴもなんか浮かびそうやもんね、ハニーピーチ ね、うんうん、ちょうどいいでしょう、いやちょそれ受けるわ、ハニーピーチ受けたからありがとうございますって言って、うん、私の代わりに受けていただいてって言ってハニーピーチの話もしながら、本当会場がアットホームだったっていうのもありますけど、すごくこう、うん、会場の人に助けられながら、うんうん、トークの中でもいろいろこう会場の人ともクロストークしながら、うん、すごい楽しくライブをさせてもらって、いやすごいね、いやめちゃくちゃ楽しかったですよね、で
そのライブもそうですけど、はい、今回なんかツアーもやって、はい、バスガイドを言って書いてますけど、バスガイド的な感じで、だから19日がライブ、うん、そして20日昨日がバスツアー、はい、で近藤夏子の人生で初めてバスツアーみたいなことをやったので、うんうん、アーティスト人生として、まああんまりいないよね芸人さんとか、はいはい、ラジオのパーソナリティさんとかは、うん、結構バスツアー組んで、はい、やったりするじゃないですか。ありますね、でもあれって、うん、旅行会社の人と一緒にやったりとか、例えば私もね、うん、今回韓国観光公社の方々と一緒にお世話になって、ね、うん、プサン行きますけど12月、はい、うん、そういう感じでさ、こうお仕事の他の旅行会社の方入ったりするじゃないですか、うん、近藤夏子主体すぎるほど主体で今回まあそうよね、だから誰にお願いされたわけでもなく、うん、自分の地元の観光大使としての任務を、うん、本当に市役所の人なんか何もお願いしてこないし、うんうん、もうちょっと協力してほしかったけどいや当日あの、はい、覗きに来てくれたりとか、バスの手配まではしてくれたりとかはしましたけれども、うんうん、もうちょっとのもうちょっと前のめりに私にこういろいろねリクエストしてくれたりとか、これどうですかとか言ってくれてもよかったですけど、まあ、今回は私が勝手にやりたいと言ったので、はい、次回から多分もう市主催のもうがっつりね、大田市主催の観光に変わっていくとは思いますけれども、はいはい、今回も私がずっとやりたかったからやってみたんですよ、うんうん、本当に大田の私の地元の、はい、ただね5時間撮ってたのに10、11、12、1、2、5時間撮ってたんですよ。9時集合で、はい、夕方っていうかお昼2時まで、うんうん、っていうのもみんなほんま関西関東ってこう、うん、ほんといろんなとこから来てくれてたから、ありがたいね。特に関西すごく多かったですけど、うんうん、帰りの手段がですね、はい、オーダーを2時にやっぱ出発するぐらいじゃないとみんなそれぞれもう一泊しなきゃいけなくなるっていうというね事情が、本当は夕方ぐらいまでやりたかったけど、はい、ちょっとやっぱこう公共交通機関がいかんせん1時間に1本の電車に命をかけてますから、はい、これまで過ごしたらもう大変なことになるとっていう感じやから、まあ、2時解散やって、はい、でも5時間たっぷりあると思ってたら本当に嘘なしで一瞬で、でバス乗ってる間、うん、なんか途中黙ったりとかすんのかなと思ってたんですけど、うん、私ずっとあのマイク持っててあのちょっとシーバータイプの、はい、あのね、あのシーバータイプのマイクがものすごく自分に合ってるっていうことが分かりまして、はい、楽しいねんな、はい、あれ本当になんか喋らせてくんのよマイクが、マイク側が乗せてくるわけ、使わなくていいな私よと、そう、あんた電源切っちゃうのみたいな顔で挑発してくるわけほうほう、何何と思って、もう気づいたらこうマイクを口に当てて右手に見えますねって言いながらその口調にやっぱなっちゃうし、はい、でもうほんといっぱいのこの季節に生えてる外来種まであのいっぱい紹介して左手に見えてきました、大量に生えているこちら外来種、私が花粉症になりますこの外来種はとか言って外来種の説明までするぐらい、するぐらい本当にずっと永遠に喋って、もちろん町のことはもうちっちゃい時から育ってますから、うん、はい、近藤夏子のエピソードとともに、うんうんうん、この学校のこの校舎の校門のところに当日付き合ってた彼氏が迎えに来てましたとかそういうエピソードも交えながらすごいね、他では聞けないバスツアーさせていただきました、うん、いやすごい、いや本当にね、いいもん見たんじゃないですか皆さん、いやマジこの時間だけじゃちょっとあのすいません RJ のマスターの誕生日挟んじゃったから時間なくなっちゃいましたけどあの誕生日祝ってるあの時間なければもうちょっといけたんですけどまだ全然喋りきれてないぐらい、そう、ね、本当にいろんな裏話があって、今日だから3時間通してちょこちょこ間でその話もしていきたいですし、行きましょう、あのマネージャーミクーの本当にあの、まあ、大失態というかある意味いい仕事というか、まあまあそこら辺の話も、はいはい、で今日あの言えなかったら水曜日の朝喋りますので皆さん喋るとこいっぱい持ってるんで、はい、いやいいですね、ということであのじゃあここで一曲、そんなライブを終えてバスツアーも終えた近藤夏子の曲をお送りしたいと思います、はい、あの島根公園で流れるはずだったこの曲がミクーのせいで一回も流れずに終わってしまったという話もちょっとこの後またしようかなと思って、気になる予告それでは改めて今日はちゃんと流れるでしょう、近藤夏子で好きライク